おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日は BBM ジェネシス2017を、コンプできたので、潤ってる、パラレルカードもありますのでバインダーを紹介したいと思います。でまずパリーグから行きたいんですが、私はセリーグファンなのでまず優勝したカープから行きたいと思います。まず新井さんですね。パープルは30シリアルになってます。でオレンジは60シリアルになってます。はい、60シリアルですね。はい。で丸選手は今年 MVP になりました、2017年。はい。グリーンパラレルは150枚限定です。はい。巨人ですね。これは、書店のカードですね。これが普通の通常版ですね。はい。田口の、オレンジパラレルですね。で小林誠司がいて、陽大館のオレンジと。はい。はい。今年日本シリーズに出場した横浜 DeNA ベイスターズです。はい、ロペスが紫になってます。はい、阪神ですね。糸井のオレンジパラレルなんですが、これは背番号7で、はい、ジャージナンバーになってますね。はい、高山もいますよ。はい、次ヤクルトですね。ヤクルトは全部潤ってますよ。はい、オレンジが多めですね。はい、次行きます。中日です。岩瀬投手ですね。オレンジになってます。はい、京田もいますね、新人王の。はい、はい、次日本ハムですが、近藤ですね。近藤選手のパープルです。大谷はグリーンパラレルになってますね。はい、そして日本一に輝いたソフトバンクはちょっとパラレルがないですね。はい、はい、ロッテは涌井投手が大リーグ移籍希望してますので、どうなるかね、来年楽しみですね。どこの球団に行くんでしょうか。はい、二木のパープル版ですね。はい、はい、西武ライオンズです。浅村がいますね。で、はい、源田のグリーンパラレルになってます。150枚限定ですね。はい、秋山選手もいます。はい、楽天ですね。松井裕樹にオレンジパラレルがあって、その他は潤ってませんが。はい、次オリックスです。ルーキーの山岡投手には、ルーキーマークが裏面に載ってます。はい、戻って、はい、 T 岡田もいますよ。はい、ここからはジャージですね。まず目に引くのは、大谷選手ですね。ジャージカードで300枚限定になってます。北海道ジャージということで黄色い部分が入ってますね。はい、で福留選手、はい、これは今永選手ですね。で山田哲人がいて、川端もいて、中日の小笠原投手もいますね。はい、ここから次はですね、はい、高級インサートですね。エリートブームナインはもう毎年恒例になってますね。はい、雄平選手ですね。でオリックスの T 岡田選手です。でこちらが書店限定ですかね。
これ全部50シリアルになってますね。クロススコールは、ヤクルトの星投手ですね、ルーキーですね。でこちらもルーキー、はい、ロッテの佐々木千早投手ですね。はい、でスターブブラスト、はい、スターブロストですね。山田選手と広島の鈴木誠也ですね。はい、以上になります。なかなかですね、ジェネシスで直筆サインやスーパーパッチなんかあんまり引けないのでですね、高いでしょう。ですので、来年はちょっと買うかどうか迷ってますが、どうなるんでしょうか。清宮選手のジャージとかもあるんでしょうか。はい、では以上になります。ありがとうございました。